最近アベノミックス一緒にやらせてもらえないし、うん、もうでも文句言おうかな、本当。It was good, your boy S to the H. Oh, and you are now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, yes, I'm Ayuki. Bye bye! Hey! はい、はい、今日ね、スペシャル回、後半でございます。はい。引き続き、ゲスト、この方でございます。DJ、リナさんでーす。イェーイ、リナでーす。はい、よろしくお願いします。いいですね。今日ほんと、華が。毎回出てほしいわ。そうですね。ですね、DJ リナさんインタビュー、前半、終えまして、後半参りたいと思うんですけれども、はい、まあ今日もねこんな感じでリモートでインタビューやらせてもらってますけど、はい、まあ軽く前半で話もしたんですけど、まあオンラインのレッスンやってたり、まあ結構このコロナの状況下になっていろいろすごく変わったことがいっぱいあると思うんですけど、まあ逆この状況で思うこととか、この状況だから得られたこととかあると思うんですけど、うんうんうん、なんかどうですかね、どうですかねってざっくりとしてあれだけど。やっぱりこう今まで、まあ、フリーランスでやってて、こういただいてた仕事が一気にね、こうこの状況でなくなってしまうっていう、結局、うん、正直焦ったこと、うんうん、ただやっぱりその中でこれをどうにか、まあ、チャンスだったりとか自分のこう可能性として考えなきゃいけないなっていう時間でもあるんだなと、うん、切り替えましたね、うん、はいはいはい、もうなんか勉強できる時間としても考えたし、うん、なんかこうその中でもやっぱりこうなんだろうな、こういう、まあ、DJ とか、うん、自分の、技術っていうか自分のなんていうの、技術なのかな、なんていうんだろう、そういう自分の技術をお仕事にするってやっぱり、うんうん、どうマネタイズを生まなきゃいけないかっていう部分も、うんうん、なんかやっぱりなんかこうこのねコロナっていうもので自分の今まで培ってきたものだったりとかが一瞬にしてなくなってしまうのはやっぱりどうしてもね考えたくはなかったので、うん、だまあそれ私だったら DJ やってるけど DJ っていう枠の中でどんなことがまあできてどんなことがマネタイズできるのかなっていうのも、うん、考えました、うん、でなんかやっぱりこういう時だからこそ、ね、なんかこう前半の方にもちょっとお話ししたんですけど、同じ DJ とか同じアーティストに対してもそうですし、応援してくれてる人方みんなにもこうなんだろうな、もっともっとこういう状況の中でも夢を与えたいなって思ったので、うんうんうん、スクール、応援してくれる人たちにも夢を与えたい、ね、うん、そう、ね、うん、同じ例えばね DJ の後輩とか仲間、うん、先輩から見てもなんかあこういうやり方があるんだっていう風な感じでも見てもらえたらなと思って、うんうん、そうですね、リナさんのことを多分ロールモデルとして見てるような若い DJ とかいっぱいいると思うんで、ここは、うん、すごい大事なことだと思いますね。もう実際、はい、アベマミックスで、まあ、クラウドファンディングとかして、うん、で、そのメッセージでね、リナさんみたいな DJ になりたいです。はい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 。いるんですよ。いや、あれめちゃくちゃ嬉しかった。なんかアベマの人が知ってて、うん、もう、まず写真撮っちゃった。そうですね、それが放送中に流れてもう俺もなんか嬉しくなっちゃって、ね、読んじゃう、うん、そうそう、うん、なんかやっぱ一アーティストとしてね、なんかこうずっとずっとこうアーティストであり続けなきゃいけないなっていう部分はすごく感じるし、はい、本当にそれでなんかこれすごい宣伝臭くなっちゃうかもしれないんだけど、うん、あんま SNS で
今日かな今日本当アップしようかなとかいろいろ考えてたんだけど、あんまり自分のオンラインのスクールに対してのこう由来っていうのを知ってなくて、うん、で、CTD アカデミーって名前にしてるんですね、うん、はい、これは英語の頭文字を取ってて、うん、なんかチャンスザ DJ っていう意味、なんかちょっとチャンスザラッパーみたいな、なんかちょっと恥ずかしくて今まで言えてなくてあ、気になってた、確かに。でも、うん、受けてくださる生徒さんに対してはチャンスザ DJ っていう意味合いですと、 CT こちら文字取ってますっていうふうに言ったんだけど、じゃあなんでチャンスザ DJ なのかなっていうのは、やっぱりチャンスって、まあ、チャンスともどもの意味合いもあるし、うん、可能性もあるじゃないですか、うん、からこうね、17から DJ やって、DJ で、まあ、なんか生まれた可能性っていうのはすごくあるなって思って、うん、なんかその DJ のことだけじゃなくて人生においての可能性だったりも感じたし、うん、はいはいはい、こういう風になってしまったことに対してももしかしたら自分にとっての可能性なのかなと、うん、だからなんかこうみんなで DJ で DJ を始めたことによって、みんなのそれぞれのチャンス、チャンス可能性を感じてもらえたらなと思って CTD アカデミーにしたんですよ。すごい、これもしておきましょうこれは鳴らしておきましょう。めっちゃいい話だよ、すごい言ってて、はい、こうやって学んだから必ずプロになってとか、はい、してくれとかそういうんじゃなくて、何かをできることにとできることになって何かね、何かの可能性につながればなと思って、うん、うん、なんかチャンスラッパーみたいな感じいや、いいね、チャンスラッパーなんかなと思って、はいはいはい、なんかなと思ってはいたんですけどね、まあ、やっぱね、こうなんか何かしら動くことが思わぬところでこう可能性を広げるみたいなことって多分いっぱいあると思ってて、でそれでなんか一番最初のきっかかりがそのなんかリナさんの DJ のスクールだったりとかってするとっていうことも全然あると思うんですよね。なんかそう、いや、なんかこれ以上自分が喋るとやっぱこう陳腐になっちゃうんでやっぱりこれコメントするのやめとこうと思ったんですけどまあじゃあ、まあその CTD を率いております皆様でございますけれども、はい、まあそのね、それこそチャンスをつかみ取ったわけじゃないですか、うん、レッドブル、スリスタイルチャンピオン、日本チャンピオンを取ったわけですけれども、そのチャンスをつかんで一番変わったこと、うん、まあもう外からでもいいし内側からでも自分の中からでもいいんだけど、うん、一番変化だなと思ったことは、まあまあいっぱいあると思うんだけど、うん、変化ね、なんだろう、うん、まあ単純にも全然仕事量は変わった、仕事量に関しては、うん、うん、なんだろうな。夢がないよね、それこそね。でもやっぱりお仕事量はすごく変わる、うん、はいはい。チャンピオンになるまで仕事何個もやってたので、うん、本当にこの自分の好きなこと、はい、できることで、うん、稼いで生活できるっていうことがあったのかなって思います。うん、まあそういう集中できるっていうかね、うんうんうん、ことはでかいよね、うんうん、そうですね、うん、はい、はい、まあそれで一応ね英語学習チャンネルなんですけれども、はい、僕ら忘れてたけど忘れてたでしょみんなも、ね、英語学習チャンネルなんですよ、はい、でまあそのもうそれこそいろんな今はちょっとできないけど海外飛び回って今日は上海だ今日はどこだとかやってた皆さんですけど、うん、英語はどうしてんだっていうこと結構聞きたくて、うん、まあ多分もう使う機会とか多いと思うんですけれど、英語はもうペラペラ、実はですね、うん、アイマサベージって高校の時の
ね、イケイケだったっていうことで、ほぼほぼ学校通ってなかったんですよ。なるほど。まあ、中学校までぐらいの英語しかあんまり分かんなくて、はいはい、正直。まあ、いつか勉強しようと思いながらも全然できてなくて、世界大会、世界大会に行く間の4ヶ月間ぐらいは、うん、英会話に通いました。そこでね、コミュニケーション絶対取った方がいいと思ったし、うん、その26人の DJ の中で1人だけ英語喋れないのは絶対嫌だなと思ったので。ただ、なんか、その中で、やっぱりその英会話っていうと、うん、その行く英会話にもよるんですけど、やっぱり、まず文法とかやっぱ勉強するじゃないですか。うん。だからその正直、やっぱ外国人の方とお話しするときって、そこまでこの文法意識することが全然できなかったんですね。うん。なんか、簡単に言えばネイティブな英語ができなかったというか。うん。うん。ネイティブな英語って言えばいいのかな、なんか、うん、こう、はいはい、会話ができなかったんですよ。はいはい、あ、こういうふうに I have とか使った方がいいのかなとか、she has かなみたいな、そういうなんか、何よりもっていう、なんか違う部分が感じて、で、こういうような英語の勉強の仕方じゃダメだと思って、うん、今は一応、その2年くらい、うんうんうん、ネットの英会話はずっと続けてて、はい、で、あとは、最近は、英語で日記つけてますね。へぇ、そうなんだ。なんかそういう風にやった方が、普段使えるというか、外国人の方とこう、フランクに話せる、なんだろうな、会話っていうのが、で結局、例えば昨日何々してさーとかさ、なんかこう、うん、こうなんだよねみたいな会話だから、うん、そういうなんか文法とかそれよりも何よりもそういうなんか自分が伝えたいこととか早く覚えた方がいいかなと思って、うん、はい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 、で最近英語で今日は何々しました、今日、まあ簡単にですけど今日は何々しました、今日は何々食べました、お昼はどこどこに行って、ランチしましたみたいなぐらいの英語のあれは書いてます、日記。あ、すごい、それなんか、はいはい、良さそう、すごくいいですね。うん、そうそうですね、うん、なんかその、あれですね、僕もそのヒップホップで学ぶ英語の最後、英作文の宿題を出したりするんですよね、うん、で、それってまあ、リリックの一部をこうどっか変えるっていうこともできるんですけど、やっぱどうしてもやっぱ自分の言葉で書いてくださいっていうのを最後言ってて、っていうのはやっぱり最終的にあなたがそのなんか英語を使うときっていうのは絶対になんかこうどっかからもちろん表現を借りてくるとかっていうのはあるけど、話すことっていうのはあくまでやっぱ自分のことを話すと思うから、やっぱそれをすごい固まっちゃってるけど大丈夫か。固まってる。あ、大丈夫だ。電波があまり良くない。あ、大丈夫です。そう。だからやっぱりこう自分の言葉で最後は書いてほしいなっていうふうにこう思ってるんで、なんかそういう意味でもやっぱすごい日記をつけるとかっていうのもいいかもしれないですね。このチャンネルをご覧の皆さんにもぜひやっていただきたい方法です。はい、参考にしましょう皆さん。はい、はい、結構あっという間に時間が過ぎちゃうな。そうですね、そうですね。じゃあ、最近ちょっとコロナ禍でパーティーで直接はお届けできてない部分もあるかもしれないですけど、ハマってる曲とかアーティスト一押し あればあります。誰ですか？ドントリバー。ああ、なるほど。うん、結構好きかなのごめんなさい、多分本当に歌詞とか調べてないんだなんですけど。全然いいよ。ちゃんと Feel My Legs っていう曲。はい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 、はい。が、結構好きですね。一押し曲。うん。はい、うん。それは、はい、特にこの概要欄に貼っておきましょう。そうですね。どっかでは使いたいですね、このチャンネルでも。そうだね。はい。いや、すごいね、歌詞調べたけばよかった。大丈夫です。
それは我々がやりますんで、はい、やる際にはお知らせいたしますんで、はい、そうです、はい、じゃあ最後、まあお知らせだったり見てる皆さんにメッセージあればぜひ、もう全然宣伝でいいですよ、チャンスザ DJ で、はい、お願いします。まあスクールも、スクールのなんかスローガンみたいなのも私あって、おおおめちゃくちゃ簡単、You can your make You can make your chance、 はいはいはい、あなた自身のチャンスが必ず作れるよっていうことで、はいはい、皆さんこれからね、DJ 志す方ぜひ CTD、 そうですね、チャンス DJ、 そうとかっていや今日なんか一緒にいろいろやってた割には初めて聞く話もいっぱいありまして、ありがとうございます皆さん。ありがとうございます本当に。ちょっといい加減早く、ね、パーティーもやりたいし、うん、もう最近アベノミックス一緒にやらせてもらえないし、うん、もうちょっと文句言おうかな本当。パンパンみたいな感じでねやりたいね。そうだ。ね、僕も見たいっす。見たいんで、ちょっとお願いします。ね、2人でやってるところ。ズームで参加してもらってね、ここで。今、参加できるよね。あ、ズームで奥田翔を祝し続ける。やばいね、それ。こっから、ここ。何喋ったらいいの、これ。オーマイドとか歌ってもらおう。オーママイド歌ってよ。ね、はい、わかりました。歌います、そしたら。My telephone 放送事故だ。ちょっと待って、大事故すぐ一緒、はい。DJ リナさんありがとうございました。ありがとうございました。本当に、スクールの情報とか、はい、リナ情報、概要欄に載せておきますんで、ぜひチェックしてください。はい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では、ありがとう。ありがとう、楽しかったです。ありがとうございました。楽しかったです。